トム・ウェリングはアメリカ合衆国の俳優。ニューヨーク州パットナム郡、パットナムバレー市に生まれる。二人の姉と一人の弟がいる。父親はゼネラルモーターズで働いていた。父親の退職後、一家はジェーンズビルに、そしてミシガン州に移住し、そこで彼は高校に通った。高校では野球とバスケットボールに熱中し、 卒業後は建設現場で働いた。1998年にウェリングが出席していたナンタケットでのパーティーでカタログカメラスカウトによって見出され、モデルをしてみるように提案された。2000年にはロサンゼルスに移り、そこでトミー・ヒル・フィガー、アバクロンビーフィッチ、カルバンクラインなどの印刷広告キャンペーンのモデルになった。その一方で、 役者としてのキャリアを積み重ねた。ウェリングの最初の主な役はテレビシリーズジャッジングエイミーの空手教師ロブメルツァーで2001年に放送された。ウェリングはユナイテッドパラマウントネットワークのスペシャルユニットにでの小さな役も与えられた。そして彼はフォックス放送のアンディクレアードのデビューエピソードにも出演した。 クラーク・ケントを演ずる俳優の全国的なオーディションの後、彼はテレビシリーズヤング・スーパーマンでこの役に選ばれた。ヤング・スーパーマンはクラークのスーパーマンになる前の幼少時代を描く。第一回は2001年10月に放送されて840万人の視聴者を獲得しザ・ WB で最も高く評価されるデビューになった。彼は 当初は2回主演を断ろうと考えていたが、脚本を読んだ後に、仕事を引き受けることに決めたと TV ガイドに話した。クリストファー・リーブのように、彼は、スーパーマンのファンではなかった。そして実際に今でもスーパーマンのコミック本を、読まないようにしているという。また、ピープル氏の、2001年の飛躍的なスターのうちの一人と、名付けられて、その上に2 0 0 2年、 クラーク・ケント役で、ティーン・チョイス・アワードのチョイス・ブレイク・アウト・スターを受賞した。2003年12月に、1950年の同名映画のリメイク、12人のパパで12人兄弟の、長男・チャーリー・ベイカーを演じた。この映画では、スティーブ・マーティン、ボニー・ハントとヒラリー・ダフと共演した。2005年には、ザ・フォッグと、12人のパパにの2本の映画に出演した。 そして、ヤング・スーパーマンのシーズン後のエピソードで、監督のデビューした。彼は、シーズン6と、シーズン8の各1話ずつ、またドラマの150回目のエピソード、目視録などを監督した。彼自身も、ヤング・スーパーマンの中で、クラーク・ケントの時と同様に、ビザロ、ライオネル・ルーサーと赤いジョー・エルという多様な役を、演じた。シーズン9からは、 彼は共同エグゼクティブプロデューサーになる予定だという。2009年7月に、ウェリングは、サンディエゴで年に一度行われている、コミコンインターナショナル大会に、初めて出席した。8月には、ウェリングは、ヤングスーパーマンに対して、優れたテレビ俳優として、二度目のティーンチョイスアワードを、受賞した。ありがとうございます。